茜は、茜科茜属のつる性多年生植物。シノニムはアル茜。根は茜色をしており、草木染めの原料になり、薬草としても利用される。ハンコ業界で茜と呼ばれるのは、同じ茜科でも、インドから東南アジアにかけて分布する特定のクチナシ属の木元のことであり、本種とは全くの別物である。和名、茜の由来は、根を乾燥すると赤黄色から橙色となり、赤い根であることから茜と名付けられたと言われる。地方による呼び名があり、紅かずら、茜かずらとも呼ばれている。中国名は、東南茜草のほか、朱仙草、紅富士五草、香山龍とも表記される。分布は、中国、朝鮮半島、台湾、日本、東南アジアに分布し、日本では、本州、四国、九州に分布する。山地や野原、路傍、林の縁などで普通に。つるは長さ1から3メートルに成長し、盛んに分岐した茎は四角く、下向きに細かい逆差しがあり、他の草木に絡まって長く伸びる。春になると根から芽を出し、成長する。葉は長い葉柄がついた長さ3から7センチメートル幅1から3センチメートルのハート型か、長卵型で先端が尖る。茎に4枚輪生するが、そのうち2枚は、託葉が変化したもので、実際は胎生である。見分けるには枝分かれを見ればよく、枝が出ている方向の葉とその向かいの葉が、本当の葉で、それとは違う2枚が託葉の変化した葉である。葉柄や葉の縁、裏面の葉脈にも逆差しがある。花は、晩夏から秋にかけて、茎の先端か上部葉液から果樹を出し、多数の淡い黄緑色や淡紅色の目立たないごく小さな花が咲く。花冠は5列して、おしべが5本つく。茜の花は多数分岐した枝の先に咲く。果実は、径5から6ミリメートルの球形をした液化の核化で、花よりも大きく晩秋の頃に黒くこなして目立ち、普通2個の分化状に分かれるが、1個のものもある。核化に核が2個あり、ほぼ球形で、表面はざらつき、腹面に楕円形の穴がある。核の中の種子は、計 3.5 から4ミリメートルほどで、腹面に大きな穴がある。冬にはほとんど地上部は枯れてしまう。種子からの発芽は、だいたい2月下旬から3月頃。根は太いひげ状をしており、生の時は光沢のある赤黄色で、乾燥すると暗紫色になる。古くから根を晩秋に採集して草木染めに用いる茜染めがよく知られている。茜の名は茜の意で、その根を煮出した汁にはアリザリンが含まれている。茜で染色した色のことを茜色と呼ぶ。同じ赤系色の緋色も茜を主材料とし、茜染めの一種である。このほか黒い果実も染色に使用できるという。現在では茜色素の抽出には、同属別種の西洋茜が用いられることがほとんどである。西洋茜は常緑で、葉は細長く6枚輪生。根が太く、茜より収量が多い。色素の構成物質が茜とは若干異なる。薬用としては、秋から冬に掘り起こした根を天日で十分乾燥させたものを生薬とし、茜草根と称している。止血、解熱、咳止め、強壮、利尿、痛経に薬効作用があるとされる。民間療法では、鼻血、血便についた治療 5g、打撲にはついた治療 10g の根を 600cc の水で煎じて冷ましてから1日3回に分けて服用する療法が知られている。生理不順にはついた治療 5g を煎じて温かいものを服用する。妊婦や胃腸が冷えやすい人への使用は禁忌とされている。また、根は健康酒にも利用される。若葉は食用にも利用できる。日当たりを好む性質であるが、夏場は半日陰が良い。繁殖は種まきか株分けによって行われ、3から4月、または9から10月頃が適期である。ただし、庭などに生え雑草扱いされることから、家庭では一般に栽培させることはない。日本では、上代から、赤色の染料として用いられていた。日本茜を使って鮮やかな赤色を染める技術は、室町時代に一時途絶えた。染色家の宮崎明子が1997年にかけて演技式や正倉院文書などを参考にして日本茜と諸実を併用する古代の染色技法を再現した。ヨーロッパでも昆虫学者のジャン・アンリ・ファーブルが茜染色法の特許を取るなど近代まで染料として重要視されていた。和歌でも茜さすのように明るさを強調する枕言葉に用いられて詠まれ、万葉名では茜、茜草、茜、安価根のように書かれる。茜が登場する歌は13首あり、そのすべてが紫、日、月、照、昼にかかる枕言葉である。天智天皇の妃であった額田王が、かつての夫大海王子に向けて詠んだ一首がよく知られる。ありがとうございます。